日本人は祈るって言ったらお金儲けさせてくださいとか病気を治してくださいとか電報治してくださいとかそういうことで要するに自分なんです。私が豊かになるように、それは祈りじゃない、欲望だけです。そうでしょ。そんなもんは祈りじゃないし、それは宗教だ。自分は天、自分に命を与えた神という方がいらっしゃるならば、宗教の意味じゃないがいらっしゃるならば、私としては天命を果たす、天が私に命じたその人生を完成させる。イエスは完成したって言ったんです。このパウロもズバッと首を跳ねた時に完成したんです。走るべき工程を走り終えた。僕は人生で何か完成だと思いますよ。自分はどういう使命と天命を受けてきたのか。先ほどちょっと偉そうに言いましたけど、欲望で生きていく人おりますね。我欲、欲っていうものはね、これはキリがない。そうでしょ。なんぼね、大きな家持ってね、やっててもね、大きな家住んで何しますかね。今大変ですよ、大きな家持ったら。もう雑草も入るし、植木屋さんも呼ばなあかんだろうし、ただ大きな家でお金持ちにとって楽しみが一つだけある。塀の向こう側を歩いてる人が、誰やこんな大きな家に住んどんのわっていうのが嬉しいんですね、あれ。それだけよ。ああ、そうよ。人が、おお、そういうこと思ってくれてるのかって名前ね。大きな会社の会長や社長、経営者、それは結構ですが、それが天命で全力尽くしてやるなら、それはありがたいことですが、そうでない場合は人生は疲れっぱなしだね。俺こんなはずやなかったんやっていうわけやね。そのうちにお前ガンや言われて、ガンって言って終わるわけです。そのパウロが、話戻り申しますと、この今の1ページの下ですね、一番下ですが、終わりの日には次、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。なんでこれは大変なことが書いてあるかというと、お分かりでしょう。終わりの日には困難な時代が来ると言ってるんです。私たちは親から、あるいは日本人の多くの人々が抱くように、世界や人間というものは発展していってるんだと考えたわけです。困難な時代が来ると言ったんです。2000年前、どんどんひどい時代になりますよと言ったんですね。あとでローマのことを考えますが、ローマ帝国というのはね、帝国の完成だと思います。ここで今から数ヶ月前にバビロンという国についてお話した、あの預言者ダニエルがネブカネザル王に向かって、あなたは金の頭だと言ったんです。金、銀、銅、鉄とかいろいろありますけど、金、あなたは金の頭だって。そしてあなたの後にあなたに劣る国がある、銀だ、ペルシャですね。だから予言したわけです。そしてその次に起きるのは、それよりも劣る国、金、銀、銅。そして次に起きるのは鉄の国だ。鉄は何よりも強い、硬い。だからその帝国を作るのに、全ての周りの国を潰していって、そして自分の文化、文明、武力を植え付けていく。皆さん知ってらっしゃるように、全ての道はローマに通ずる。ほら、ローマ帝国ってのはものすごい良かったんです。今イギリスという国を覚えていただいたら、イギリスの大きな島の方ですね、ブリテン島と言いますが、それの半分までローマでした。そしてそこからずっと下がって、ヨーロッパアルプスの南側の方、これは全部ローマ。それが今問題になっているギリシャ、これはもちろんローマ。それからずっと東に行きまして、中東に行って、そしてその当時まだあったユダヤ国家も彼の支配でした。それだけじゃない、今度はぐるりと地中海の北側をずっと覆っていくと、エジプト、リビア、今の国ではリビア、チュニジア、そしてアルジェリア、そしてモロッコまで至る、全部でした。ただそれを支配者でって言ってるんじゃなくて、ローマはこれは統治力が上手でしたね。そこへ植民都市を作るわけです。そしてそれぞれの国の、まあ、貴族といいますか、それぞれの国の支配者たちをそこに住まわした。2000年前、あるいは2300年前の話をしてるわけです。今でもローマの植民都市が発掘されておりますが、道路は完全に整備される。今のような安っぽいアスファルトではない、本当の石を敷き詰めたんです。そして上下水道、まあ、皆さんローマの水道橋っていうのあるじゃないですか、
あれは水を運ぶためのものなんです。ほら大工事ですよ。だから遠いところから水を運ぶためにあの水道橋って作ったんです。イタリアのローマ、そこが中心でしたが、そこに水道橋を、つまり水を引くために11の水道橋を作ってるんです。大工事ですよ。全部やってるわけです。そして下水道もみんなやってますね。だから最近でしょ、私子供の時にはまだ汲み取り式のお手洗いはありましたが、ローマの時代には貴族たちは水洗トイレでした。いいえ、公衆トイレも水洗でした。そして広い、それこそローマの風呂と言われるようにみんなそこ集まって楽しくやっとったわけですわ。温泉も引いて、経済力はすごいローマでしょ。だからいろんな国からですね、もう国を取って支配して物を運ばした。いや、もう言いますけど貴族が言ってるわけですね。これはすごい。何したか、珍味っていう言葉ありますね。わら、これは珍しいやな、これは何やろとかね、え、これはもう、例えば熊のどかやとか蛇のなんとかやとか、蛇は美味しくないね、そういうのはもうみんな食べて、うわーともうね、飽きるほど食べたんです。全ての道をローマに通ずる。植民都市からもうどん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 珍しいものを集めたんです。人間っていうのはいいが一つしかないんです、ね、二つだったら大変だね。もうだんだんそれを牛に近づいてしまうよね。だからもう腹いっぱいになって、あ、もう珍しいもの見ても美味しくないなって、毎日毎日食べなあかんわけですよ、ローマは。それほど広い帝国を作っちゃった。どうしたと思う？指をくびらく喉入れてぐわーっと入ったんです。そして次のものを食べたんです。アホでしょ。だからあらゆる権力、権威、植民地を持って人間がやることは何か、グワーなんです。日本も同じです。お金持ちになって、えらい立派なマンションを住んでいらっしゃいますね。そう、俺はすごいなと思ってるかもわかりませんよ。で、馬らしいね。僕いつも言うように大きな地震を打ったら、そのエレベーター止まる。トイレどうするんですかと。これは禁句ですよ。大きなね、もうタワーマンションって言いますが、そのタワーマンションに住んでる人、何階に住んでらっしゃるんですか、53階でねとか言いそうだね。で、その時に厳かに聞くわけよ。地震が行ってエレベーター動かなくなったらお手洗いどうなさるんですか。うんってね、うんってんですね。東京なんかでそういうタワートイレバーって言うでしょ。いっぺん行ってください。エレベーター乗ってたらその隅になんか箱置いたの。エレベーターが止まっちゃった時、そこでトイレするわけです。他の人も乗ってませんで、窓の空気は流れませんで、そんなの子でトイレやるわけです。男性やったらちょっとすまへんっていうことなんかありませんが、女性もせなあかん。それ生理の現象やから。